イングダム・エデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私はジェネシス・ジャパンそれからラブ・クリエーションという2つの創造論団体の会長をしておりまた水戸第一聖書バプテスト教会の牧師をしていますここのところ飛翔生物についてずっと学んでいます鳥について学びそれから 爬虫類で飛ぶ動物であるコウモリについて学びまた絶滅してしまった空飛ぶ竜ですねについて学びそして今昆虫を学んでいますけれども社会性昆虫の4回目これまでシドアリとアリについて考えてきましたけれども今日はミツバチについて考えたいと思います。主はどののようにこのミツバチを作られたか ともに考えてみましょう皆さん蜂の仲間は何種類ぐらいあると考えていますでしょうかまあ細かく分ければ、えー、一つ一つの蜂に細かく分類することができるんですけれども 前回学んだアリですねアリとスズメバチとは同じ仲間に入れることができますアリの中にも、えー、針を持ったものがいるわけですね猛毒を持ったものもいます非常にあの体の形も似ています今日考えていこうと思っているのはミツバチなんですけれどもハチ全体としては大体2万種以上です。 種がありますほとんどの蜂は単独行動をしますけれども一部の蜂は、えー、家族として、えー、社会性を作ってそして一緒に住んで行動しますで、その社会性昆虫の蜂の中には、えー、一つの家族ですね一つの巣にまあ、数千匹から多いと8万匹ぐらいの えー、蜂が住んでいますでは社会性昆虫のミツバチについて考えてみたいと思いますミツバチの種類はどういうふうに分かれているでしょうかまずミツバチ族という族、えー、に属する、えー、ものは 3, 3つのア族が考えられますア族というのは族より1つ下の段階で 細かく分かれている部分ですねこれが3つありますでミツバチ族にはコミツバチとオオミツバチとミツバチそれぞれのアゾがありますコミツバチアゾクオオミツバチアゾミツバチアゾですねでそれぞれに、えー、種がいるわけですけれどもコミツバチには2種オオミツバチには アゾクには二種そしてミツバチアゾには五種え合計で九種ミツバチ族には属しているわけですでミツバチアゾの五種を見てみますとえ皆さんが聞いたことのあるものもあると思いますけれども西洋ミツバチという種ですねそれから東洋ミツバチという種それからサバミツバチ クロオビミツバチこの5種が確認されていますで西洋ミツバチは皆さんもよく聞く名前ではないかと思いますまた東洋ミツバチって何だろうってもしかしたら思うかもしれないですね実は東洋ミツバチの中に日本ミツバチが含まれています ミツバチという種の中に亜種があって、まあ、種の一つ下のレベルですけれどもそこにがそして、えー、この西洋ミツバチとニホンミツバチは日本にいますそしてハチミツを集めるためにですね飼われていたりするんですけれどもその下のサバミツバチはマレー半島とかボルネオ島に住んでいます。 またキナババルルミツバチもボルネオ島に住んでいますそしてクロービミツバチは、えー、これもインドネシアボルネオ島と同じインドネシアですけれども、えー、スラウェシ島に住んでいます。でこのように、えー、ミツバチといっても住む場所によってちょっとずつ違っているんですね。えー、次の、えー、写真を見ていただきたいと思いますけれども。 東洋ミツバチが左側西洋ミツバチが真ん中大ミツバチが右側にいますいかがでしょうか特徴の違いが分かりますかまず東洋ミツバチと西洋ミツバチを比べてみましょうどこが違うでしょうか腹の色が違いますね西洋ミツバチは黄色っぽい部分が多いですそれに対して 東洋ミツバチは黒っぽいい部分が多いですねもし皆さんが日本ミツバチか西洋ミツバチかどっちだろうって思うときにこの腹の色を見るならば黒い部分が多いならば日本ミツバチだっていうふうに見分けることができますそして東洋ミツバチの足ですけれども4つの足が知られています。 中国アシュとインドアシュヒマラヤアシュそして日本ミツバチですね日本ミツバチは韓国にいるミツバチと非常に近縁であるということ非常に近い関係にあるということが知られていますこのようにミツバチの一つの属の中にいろいろなアゾとか種とかアシュとかありますけれどもこれらはもともとは 一つの種から種類ですね。ミツバチという一つの種類から分かれてきたと考えられます。長い間違う地理的に隔離されてしまって、違う場所に住んでいることによって。固有の特徴が受け継がれていって。他のミツバチとは異なるミツバチに分類されるようになりました。しかし天地創造の時には、このミツバチは。 あらゆる遺伝子を持っていたでしょうから、ミツバチとしてのあらゆる遺伝子を持っていたでしょうから、将来いくつもに分かれる可能性も秘めていたということですね。まあ、そういうわけで、日本にいるのは西洋ミツバチと東洋ミツバチです。西洋ミツバチはヨーロッパが原産ですね。で、なぜ西洋ミツバチが日本に多くなっているかっていうと、 養蜂科の人たち、蜂蜜を取ろうとする人たちが西洋ミツバチの飼育が簡単でしかもたくさんの蜜が取れるのでこの西洋ミツバチを輸入してそして蜂蜜を作っているからなんですねでは皆さんミツバチが周りを飛んでいたら皆さんはどうしますかあこのミツバチは東洋ミツバチだろうか西洋ミツバチだろうかって確かめようとするでしょうか それとも急いで逃げるでしょうか私だったら逃げますけど皆さんはどうでしょうか蜂は駅中でしょうかそれとも害虫でしょうかもし皆さんが蜂に支えた経験があるならあ,あの蜂には二度と関わりたくないそういうふうに思うんではないかと思いますね私も蜂に何度か支えた経験がありますチクッとして 一度はその後あとしばらくですね体が少し変な感じ違和感を覚えましたそのように蜂に支えたら下手をすると大変なことになる場合もあります私の場合は軽かったですけれども下手をするとアナフィラキシーショックを起こして場合によっては死んでしまうということもあるわけですね。ですから皆さん あのハが飛んでたら本当に気をつけていただきたいと思います。今日は、えー、特にこのミツバチについて考えてみたいと思いますけれども、ミツバチに支えたとき、皆さんはどうするでしょうか。ミツバチと他の、えー、スズメバチとの違いは何かっていうと、ミツバチの針には逆トゲがついているんですね。ちょうど 釣り針の多くには、えー、魚にこう魚が針を食い食ったらその針が簡単にスッと抜けないように逆トゲがついています。それで、えー、スッと抜けないようになってるんですね。逆にあの逆トゲのない釣り針もあります。そういうのは一度食われてもスッと外すことができます。でミツバチの場合は逆トゲがついているわけですね。 ですから一度刺さったら抜けにくいといとう習性がありますですからミツバチは人や動物を刺したらそのまま、えー、蜂自体は飛んでいくわけですけれどもでも毒袋がですねまあ毒のと言いますけれどもそれと針が一緒に刺さったまま残されていきます。でその 毒のうは脈打っていてその中に入っている毒を少しずつ少しずつ、えー、針を通して体内に侵入させるわけですねですからこの蜂に蜜蜂に支えたらですね一瞬でも早くく、えー、それを取りり除く必要がありますただ気をつけなければならないのはその毒のうを潰してしまうと一気に毒が体の中に入ってしまうということですね。 もし可能ならばピンセットで針の部分を持ってスッと外す。それが一番いいんですけれども、そうも言えないときはまず毒のをピッてこう爪でこう飛ばしてですね、まずそれ以上毒が入らないようにして、それから針を抜くという方法があります。ぜひその毒がそれ以上入らないように迅速に毒のを飛ばしていただきたいと思いますけれども。 そういうわけで蜜蜂は人や動物を刺すと毒のと針を残して飛んでいきどこかで死んでしまうわけですねでそれまでしてなぜ毒を毒のと針を残すんでしょうか毒のと針が残されることによって毒がどん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 体内に入っていくわけですねでそれをそのままにしておくと大変な えー、状態になりますですから、えー、それを経験した動物たちはもう二度とそのミツバチに支えたくないそういうふうに考えるわけですね。まあ動物がどこまでそれが分かるかは別としてですけれどもまた私たち人間も二度と同じようにならないように一刻も早く蜂に支えたミツバチに支えたら、えー、毒のを飛ばしてそして針を抜くその大切さを 学ぶわけですねミツバチ以外の鉢、えー、ですね例えばスズメバチなんかは、えー、サカトゲがついていないので何回でも刺して抜くことができますですからそれはそれで、えー、恐ろしいですね特にスズメバチの毒は非常に強力ですから、えー、それによって二度刺されると、えー、死ぬこともあるわけですね まあそういうわけで、えー、蜜蜂に支えることに対してはあるいは蜂に支えることに対してはとても注意していただきたいと思います、えー、それでは、えー、蜂はどういう点で液中なのかっていうことを考えてみたいと思います蜂は、えー、この写真を見ていただくと、えー、見えるでしょうかこの蜂は花のところに飛んでいっていますよね でこれから何をしようとしているんでしょうかそうですね花の蜜を吸おうとしているわけですねまた花の花粉を足につけようとしているところですなぜそんなことをするんでしょうかそれは花にとってもまた蜂にとってもミツバチにとってもとても良いことです。ちょっとだけ 植物の受粉について考えてみたいと思いますけれども植物がどのようにして実を実らせるかその過程について少し考えてみます植物にはおしべとめしべがあるんですけれどもで多くの植物は蜂とか、えー、蝶とかですねそういった昆虫が飛んでくることによって花粉をめしべにつけることができます もし、えー、蜂とか蝶とかそういったものがなかったならば例えばミツバチがいないだけでもですね多くの植物は受粉することができなくなって枯れてしまうでしょうね。ですから多くの植物にとっては同時にミツバチがいることっていうのはとても大切なことです。あるいは他の昆虫が同時に存在しているっていうのはとても大切なことです。 そうでなければ、えー、植物は実を実らせることも種を流せることもまた次の世代が育つこともできないからですねまあそういうわけで蜂はこの世界に対してとても大きな役割をしているっていうことを知っていただきたいと思います創造主はこの蜂とかさまざまな昆虫を作ることによって植物が延々と 次の世代を作り出すことができるようにされたわけですね先ほどもちょっと触れましたけれども花にはおしべの部分とめしべの部分がありますで、まあ、植物によってはお花と芽花と分かれているものもありますけれどもでこのおしべには何がつくかっていうと花粉がつきます花粉ができるわけですね メしべは何,をつく何につながっているかっていうと卵ですね卵と言ったあでしょうか卵と言ったあでしょうか、まあ、一般に卵と呼ばれますけれどもこの花粉が卵にくっつくことによってそしてそれが次の世代の種子を作るわけですねでこの花粉がメしべにつくことを受粉というふうに言いますので 覚えていいいたただきたいと思います受粉することによって種ができそして種の周りにはもの、まあ、によりますけれども例えば桃とかリンゴとか柿とか梨とか皆さんの好きなさまざまな果実があると思いますけれどもその種の周りに果肉がつくわけですね。で果肉がつくことによってその種は周りからのさまざまな えー、問題ですね。種に直接物がぶつかったりしないように守られるわけですね。またさまざまな果肉がつくことによって私たちはおいしい思いをするわけですね。まあそういうふうに創造主はハチ、えー、をあるいは他の昆虫を利用して植物を、えー、育てる。そしてまあ種を実らせ、果肉をつけ、そして 次のの世代の植物を育てるそれだけではなくて、えー、その果肉を人や動物が食べることによって、えー、生きていくことができるようにそのように本当にさまざまなことに役立つことができるように作られています。ではハチはどのようにして花があるところを知るんでしょうか。蜂の中にには外に飛んでい で探索をする蜂、まあ、と同じですねそういう蜂がいます。で仮にあるところで、えー、花があるっていうのを見つけたとします。そうしたらその蜂は自分の巣に帰ってきて、まあ、蜂,蜂ダンスとか呼ばれていますけれどもすいたのところでダンスをするわけです。といいううのは何かっていうと あのハチノ皆さんご覧になったことあるでしょうかミツバチノスですね特に西洋ミツバチノスはえ厚さまあ1.5センチか2センチぐらいでしょうかそれが縦にこうまっすぐに並んでいるわけですね場合によってはそのスイタが10枚ぐらいある蜂もいますそのスイタに。 こう蜂が返ってきて止まるわけですねでそこでスの,の表面ででダンスを始めるわけですこの写真を見ていただきたいと思いますけれどもこの蜂は何をしているかっていうとこなんですねこの蜂の字ダンスですけれども、えー、どういうふうになっているかっていうと左下から右上に向かってお尻を振りながら進みます。 だいたい、えー、右斜め四十五度の角度ですね。そして、それから左にぐるっと回って、また元の位置に来て、またお尻を振りながら、左あ右四十五度の角度で登ります。今度は右にぐるっと回って、同じことを繰り返すわけですねで。これを延々と繰り返すことによって、どこに花があるのか、どれぐらいの距離に花があるのか。 それを知らせるわけですでこの場合ですね蜂にとってまっすぐ上の方向これが太陽の位置を示します。そしてこれは右45度に傾いていますから蜂がこっちにいるっていうことは太陽に対してこっち側に飛ぶっていうことです。ですから太陽を左手に見ながら。 度度の角度に飛んでいくと花があるよっていうことなんですねでこの右側の B という図を見ていただきたいと思いますけれどもこれを見るとちょうど45度の角度に飛んでいくと花があるっていうことですね。でこの尻振り,りの時間ですけれどもこれが実は距離を定めているっていうことが分かってきました。で どれぐらいの時間かっていうと次の図を見ていただきたいと思いますけれどもこのまあ蜂によって多少の違いはあるのかもしれませんけれどもこのミツバチの場合ですね1秒でこの斜め45度を動いたとしたらお尻を振りながら1秒で進んだらそれはこれが1キロの距離だっていうことです。ももっっっとととゆっくり動いいたらもっと遠いところに 花があるとうことですねもっと早く動いたらもっと短いところに花があるということになります。まあ、そういうわけで、えー、ミツバチはこのハチの字ダンスをすることによって他の仲間たちにですねどこに蜜があるかどれぐらい遠くにあるかそれを知らせるわけですね。でそれで 仲間たちは一斉にその花に向かって飛んでいきますそして、えー、蜜と花粉を取って戻ってくるわけですけれども今度戻ってくると、えー、貯蔵係の蜂がいますで貯蔵係の蜂はその蜜を受け取ってそして貯蔵していくわけなんですけれどもでもここでただその貯蔵貯蔵係は 運ばれてきた蜜を右から左へとただ置いていくわけではないんですね。特に蜜の、えー、濃度の濃いもの、良い蜜を持っている蜂は優先的に先に作業させられます。まあ、先に受け渡しができるわけですね。逆に濃度の薄い、あまり良くない蜜を持っているものは、あんたちょっと待っててっていうふうに待たされるわけですね。なぜそういうことをするかっていうと、 非常に良い蜂,蜂にとって望ましい蜜を持っている蜂は次から次へと同じ蜜を運んでくることができるわけですね。ということはその蜂の巣全体に良い蜜の方がたくさん存在するようになるということです。まあ、そういうわけでミツバチは蜂の巣ダンスをすることを通して自分の 伝えたい情報それはどこに花があるかっていうような情報ですねそれを伝えるわけですね。ミツバチの大切な役割の一つがそのえ植物を受粉させることですね次にえ大切な働きまあ人間にとって多くの人は蜂蜜を食べたことがあると思いますね。は いろんな食品にも入ってますしまた、えー、パンに塗ったりですねいろいろな形で、えー、皆さんも食べられるかと思いますねこれは人のためにとても良いものですこのハチミツはどのようにして作られるかというと鼻からとられる水と蜜ですねそれと蜂の中体の中にある酵素が、えー、によってですねそれで濃縮されて できてくるのが蜂蜜ですでこれは、えー、昔から甘味料としてものを甘くする材料として使われていますまたお菓子やまたいろいろな食品にも入っていますそれだけではなくて、えー、化粧品の原料になったりまたは健康食品とか栄養食品として捉えることもあります次に 蜜楼ですけれども蜜っていうのは、えー、蜂の巣の、えー、ちょうど巣の,か巣の壁を作っているものが蜜楼ですねで、これは、えー、食べることはできないんですけれどもこの蜜楼自体がワックスの原料になったりですねあるいは油絵の具の薄め液とかですね、えー、石鹸の元になったりクリームの元になったり 口紅とかえー、ろうそくの元原料として使われたりします。それから、ロイヤルゼリーっていうのを皆さん聞いたことがあると思いますね。特に蜂蜜の中でも高級な蜂蜜です。けれども、これは働き蜂が体内で合成した、えー、物質なんですけれども、これは普通の蜂蜜と違って女王蜂に、えー、食べさせる食べ物です。 でこれを、えー、女王蜂に食べさせることによって、えーまあ、将来女王蜂になるものですねメスに食べさせることによってそれが女王蜂になったりしますで現在は蜂の遺伝子を、えー、詳しく調べることができるようになりましたゲノム解析という言葉を皆さん聞いたことがあるでしょうか遺伝配列を一つ一つ見ることができるんですね それによって調べてみたところ女王蜂と働き蜂との遺伝子は皆さん同じだったと思いますか違うと思いますか形は違いますでも実は遺伝子自体は全く同じだということが分かったんですねただロイヤルゼリーを食べるかどうかによって女王蜂となるかそうでないかが決まるっていうことが分かりました。それから ミツバチは、えー、花粉を運ぶわけですけれどもこの花粉を何のために巣のところに運んでくるかっていうとですねですからあの植物、まあ、花のところに行った後のミツバチなんかは足のところに花粉を団子のようにしてくっつけて飛んでいるのを見ることができるかもしれません。 人はこの花粉を健康食品にも利用したりしています次に皆さんはプロポリスという言葉を聞いたことがあるでしょうかプロポリスは西洋ヨウミツバチが植物の目をカバーする保護する部分を取ってきてそれを集めた物質なんですけれどもそれは抗菌作用があるっていうことが知られていますですから プロポリスを健康食品としてて売っいたりするんですね特にブラジルの方お口なんかではスズメバチの巣には巣の入り口のところにプロポリスがつけられていて外から病原菌が入ってこないように守られています。で特に、えー、そのブラジルのジャングルなんかは毒性の強い病原菌がいたりするので。 そのプロポリスも非常に強力だなどとと言われることがあります、まあ、いずれにせよこのプロポリスはミツバチはですね西洋ミツバチは花粉と同じようにして運んでくるわけですねそして、えー、それはどのように使われるかというと巣,を巣と巣をくっつけたりですね巣に隙間ができた場合にそこの隙間を埋めたりとかですね そすいた、ね、まあちょっと割れていますけれどもこれを見ると、えー、どういうふうになっているでしょうかこの蜂の巣は実は正六角形がたくさん並んでいるっていうことがわかるでしょうかちょっと拡大してみますとこのようになっています。でこのような構造を ハニカム構造というふうに私たちは読んでいるんですねこの「ハニカム」っていうのは「ハニーコーム」っていうこと言葉を日本語,にした日本語でまあ読んだだけですねハニーコームっていうのはまあ簡単に言えばハチの巣ですですからハチの巣構造というわけですねこれを見ると六角形の六角柱ですね六角柱がたくさん並んでいて そして一つのスイタができているっていうことが分かると思います。でこのスイターの深さはですね大体2センチぐらいあるんですけれども、まあ、場所によっては1センチから 1, 1 5センチですね。でこの壁の厚さですけれども0 1ミリです0 1ミリの壁の正六角形がたくさん並んでるんですね。でこれによって 蜂の巣はかなりの強度で巣が押されても簡単に潰れないそういうふうになっていますまたこの蜂の巣の反対側は三角錐の蓋がさえているといったでしょうかねですからここに蜂蜜を貯めることができるわけですね。また幼虫ももここの蜂のの穴穴でで育てるわけですけすれどもその蜂の巣穴のところは えー、まあ幼虫が生えるところはそれもあの強度のある正六角形で守られているので簡単に潰れないちゃんと幼虫が守られるっていうことが分かります。でこのハニカム構造っていうのは非常に強い構造だっていうことが分かって人々も取り入れてきました。もし あの空間を何かで埋めるとしたらです、ね、何かこう強力な上からの力に強いものを作るとしたらどのような形がいいでしょうかもちろん例えば家なんかであればいくつかの柱があってそれで埋められているわけ、まあ、空間あとは空間で屋根と床があって壁があるわけですね。でそれで耐えられる分の重さが上にのるわけです。 このの、えー、の巣の場合ですねだいたい1 5センチから2センチですけれども、えー、それが正六角形の、えー、ハニカム構造になっているわけですけれどもなぜこれが正六角形なのか正三角形でも、えー、隙間なく、えー、その正三角形の、まあ、三角柱ですねそれをたくさん並べたとしても隙間なく。 空間を埋めることができます正四角形のものをまあ正四角柱といったりでしょうか、まあ、それをたくさん、えー、置くこともできるわけですね。で正三角形でも正四角形でもまたもう一つ正六角形でも隙間なくそれぞれを埋めることができます。でも正五角形とか それ以上の拡張になってくると必ず隙間ができてしまうわけですね隙間ができてしまうということはその隙間を埋めるために余分な、えー、花粉とかいろんな運んできたものですねそれを使わなくてはならないわけです無駄に、えー、密漏を使わなくてはならなくなるわけですねですから一番使う量が少なくてしかも、えー、隙間がなくて というふうになると、正六角形が一番素晴らしい。もう最も最適な形であるということです。で、実はこの正六角形ですけれども。これを利用して、さまざまなものに使われています。例えばですね。もしかしたら皆さんが座っている椅子も。このハニカム構造で使わ作られているかもしれません。皆さんが座るとこの。まあ。 椅子の板をはが、してみると、そこには正六角形のハニカム構造があるかもしれないですね。それは。軽く持ち運ぶことができて、しかも強度があるからです。あるいは。えー、飛行機の翼とかですね。飛行機の胴体の壁とか。あるいは。えー、場合によっては、新幹線の床とか。宇宙船とか。そういったものも。 壁やまあいろんなところがこのハニカム構造で作られています。車体が軽ければそれだけ燃料がかからないわけですね。でそういうふうにしてこのハニカム構造は軽くてしかも強度があって、そして、えー、材料が使う材料が少なくて済むという素晴らしい、えー、形なんですね。でこの最高の形を 使っているのがミツバチなんですねこれを見ていただきたいと思いますけれどこの写真はマーキュリー計画というあのアメリカの NASA が、えー、作った宇宙船マーキュリーという宇宙船ですけれどもここでもハニカム構造が使われていましたこのハニカム構造はサッカーコートのネットにも使われています。 昔私た、私が子どもの頃はですねサッカーコートのネットは四角形でした。網の目が四角形になっていてただ縦横の糸が編まれていただけなんですね。それに対してなぜ六角形に今変わっているかっていうと強度が強いということもありますしそれからゴールが決まった時にまさにゴールサッカーボールが突き刺さったように。 そのようにネットが揺れるからなんですね。まあ、そういうことで、今はサッカーコートもハニカム構造になっています。それだけではなくてですね。このハニカム構造には。さまざまな利点があるということも分かってきました。一つは軽くて丈夫であるっていうことですね。これは先ほども言いました。さらに音を吸収するっていうことも分かってきたんですね。 ままた衝撃も吸収しますそれから断熱作用があるっていうことですね。ですからこれを例えば家を作るのに応用するならばその家は本当にえ断熱性があるし音もえあまり通さないしまた軽くて丈夫なそういう家ができるそういうことになるわけですね。まあ、そういういわけで 人はこの蜂の巣を真似してですね。様々なものに、このハニカム構造を取り入れるようになりました。最後に詩篇の136篇をお読みしたいと思います。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ。深い。その恵みはとこしえまで。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。 主ののででえる方に感謝せよその恵みは常しえまでただ一人大いなる不思議を行われる方にその恵みは常しえまで今日はミツバチについて考えましたけれどもそのミツバチがどのようにして花までの距離を知らせるのか。 蜜を取るための花の距離はど,どこにあるか？っていうのをどのようにして知らせるのか、これも不思議なことですよね。蜂の巣に対して垂直方向に向かって、どれだけ蜂が傾いたところにえー、蜂の字断層しているか、それで方向を決める。またどれぐらいの速さで8の字断層するか、それで距離がわかる。誰がこのような知恵を蜂に授けたんでしょうか？ またハニカム構造を使ってハチは自分たちの巣を作っているわけですけれどもこのハニカム構造が最強だそして軽くて丈夫だそのことを誰が教えたんでしょうか。防音断熱そういったことが優れているということを誰が教えたんでしょうか。聖書はただ一人大いなる不思議を行われる方。 というふうに読んでいるんですねこの世界を見ていくときに創造主の知恵があちこちに隠されています大いなる不思議をなさった創造主の英知が隠されているんですね昆虫を今私たちは学んでいますけれどもその昆虫の学びを通しても創造主の不思議素晴らしさを、えー、次々と見ていければと思います皆さんも機会があったら あ創造主はこのように素晴らしいことをなさったんだなということを考えていただければと思います。